こんにちは。大学入学準備講座で、聖書ってなんだっていうことで、授業を今からさせていただきます。ですね、授業の前にですね、事務からの連絡ですが、お手元にですね、アンケート用紙、皆さん、それぞれ、もらってると思いますが、それをですね、講義終了後に、提出していただきますので、講義を終わった時点で、その、感想などあると思いますので、講義の最後に、記入していただいて、そして、提出してくださいということですので、ご連絡しておきます。皆さんそれぞれ名簿をちょっといただきまして見ていますと、大体キリスト教主義の高校に在籍している方々なので、まあ聖書ということで、今更聖書っていう何だって言われても知っとるわなという方も多いと思いますが、改めてね、聖書について、聖書学という分野があるんです。学問分野、聖書学という分野から分析あるいは考察すると、まあ、通常教会とかあるいは高校の聖書科での、教えられている聖書とはまた違った、点があると思いますので、その一端を少しでもね、皆さん、にご紹介できたらなと思って、こういう、授業、模擬授業ですが、してみました。で、私は神学部っていう学部に所属しています。で、聖書学を担当しています、村山と申しますが、神学部というのは皆さんご存知ですかね。キリスト教主義の学校行ってる方だったら大体ご存知だと思いますが、いろんな学部たくさんありますが、その中でも一番小さな学部で、まあ、定員が一学年 70名ですので、一番小さな学部なんですが、その分アットホームで、さらによく言えば少数精鋭主義といいますかね、少人数で素晴らしい学生を育てていくという形でやっております。で、新学館、今日入ってこられた新学館って分かるでしょうか、クラーク記念館の、ちょっと向かいにあるものですが、建物ですが、その新学館を拠点に、主にそこで教室クラスとか、あと2階に図書館が、進学部独自の図書館があって、で図書館の前にラウンジがあって、学生たちがコミュニケーションを取る、そういう場があったりする、そして、人数が少ないのでアットホームな感じで、みんな誰でもが顔と名前が一致する、そのような学部でございます。で、進学部というと全員クリスチャンなのか、あるいは全員牧師になるのかっていうふうに思っている方多いかもしれませんが、そうじゃなくて、学部生の、そうですね、ほとんどが一般就職、4回生の時ね、一般就職します。で、最近はご存知の通り、経済危機で、就職内定ね、どの学部も、大変そうですが、大体9割以上の方々がね、一般就職、過去においてしております。で、さらに牧師あるいは聖書の先生になりたいという人は大学院まで行って勉強して聖書の先生あるいは牧師になっていく、でそういう形の学部です。ですので、学部自体は他の文学部、文化系の、ね、学部と同じような、学部として考えていただいたらいいと思います。そういうちょっとした紹介を、このぐらいにしておきまして、はい、で今日はですね、聖書についてですが、お手元にレジュメをお渡ししましたので、それに沿って全部、扱えるかどうか分かりませんが、それに沿って今日の講義を進めていきたいと思いますが、聖書というのは、世界で一番読まれている本でありますね。で、一体いくつの言語に翻訳されているか、皆さん想像つきますか、この聖書。皆さん今お手元に切り分センターをお願いして、新訂用 のそれは今ギデオンのやつかな、英語と日本語が書いてるやつですかね。ですので、英語の勉強もできるし、日本語の聖書を読めるということで、一石二鳥ですが、これは新約聖書だけの文ですが、実はですね、1600以上の言語に訳されているんです。1600で、この言語数はすごいですね。1600以上の言語に訳されている。
で、一体どれほど聖書は出版、刊行されているかって言いますと、ちょっと古い資料、30年前の資料しかちょっとわからなかったんですが、で、30年前でも4億以上が出版されているっていう、すごい数です。で、皆さんお手元に新約聖書の、日本語訳、入っていると思いますが、それは新共同訳聖書と言われて、新共同訳、の訳だと思うんですが、その半部数がですね、新共同訳というのは1987年、今から30年ほど前に、20年ほど前に刊行されたものですが、その新共同訳聖書というのの半部数、すなわち配布数がですね、2008年、去年の時点で1000万冊という大台に到達したということですね。そういう意味で聖書というのは一番読まれている、あるいは配布されているということなんです。で、皆さんも聖書という言葉ぐらいは聞いたことあると思いますし、もちろんキリスト教師の学校に行けば聖書の時間に、多少いやいやながらでも開けて読んだりすると思うんですが、で、天使の話とか、ヨセフ・マリアの話とか、イエスの話など出てきますよね。クリスマスの時には必ず読まれる。まあ、残念ながらサンタクロースは出てきませんけど、そのようなクリスマスシーンのことは皆さんよくご存知だと思うんですが、しかし、その内容についてですね、意外と知られていなかったりすると思うんですね。特定の部分だけ知っていたりとか、そもそも聖書を手に取って開けることは通常ないと思うんですね。新クリスチャンもしくは教会に通っていない場合ですね。で、教会に通っていてもわざわざ聖書を開くっていうのは、牧師が説教する前に聖書朗読としてありますよね。そういう時に開く以外は、ご自宅で開くというのはあんまりないと思うんですね。だからそのあたりを今日は実際どういうことが書かれているのか、その枠組みでしか今日は説明できませんが、そのあたりを説明していきたいと思うんですが、で、まず聖書っていうのは、皆さん今は新約聖書だけですが、私が持っているのは、いわゆる聖書で、この中には、ご存知の通り、旧約聖書と新約聖書があるんですね。で、旧約聖書と新約聖書2つあって、で、今日はその新約聖書に焦点を当てていきたいと思うんですが、この聖書もそうですが、皆さんお手元にある聖書も、そうなんですが、一冊の書物に見えますよね。確かにこのように製本されているので。ですので、イエスの誕生から、キリスト教の発展という、なんか歴史文が書かれているのかなと思ったりとか、あるいは、キリスト教の教えということで、1から10までいろいろなありがたい教えが、系統を立てて書かれているのかなと思っている人がいるかもしれませんが、しかし、実は一冊の本じゃないんです。で、目次を開けてもらいたいんですが、その新約聖書を皆さんお手元にあると思うので、その目次を開けてください。出てきますかね。まず聖書に慣れてないとどこに何があるかっていうことも分かんないですけど、初めの方に新約聖書の目次が、ちょっとページを送っていけばあるはずなんだけど、そこにはどういうふうに載ってるかな。もしくはお手元にプリントを配りました、こういうプリントを、みんなしまい込んじゃった、こういうプリントを、あ、すいません、出してみてください。新約聖書目次、これは私が持っている聖書の目次を拡大コピーしたものですが、これを見ながら、もしくは今お手元の聖書だったらその2ページ目ですね、横書きで書いてますね、書いてました、目次があります。で、この目次を見ますとですね、はい、もうすぐお分かりの通り、いろんな署名が書いてますよね。で、最初にマタイ、マルコ、ルカで出てきますよね。で、これを一個一個読んで数えていくとですね、合計27あるんです。27で、聖書は、今日新約聖書でいきますが、新約聖書はですね、すなわち27の異なる文書からなるコレクションなんですね。で、すなわち27冊で27人の人たちが書いたということですね、単純に言いますと。
まあ、実際には27人だけじゃないんですが、いろんな資料が編集されていますので、まあ、27人です。で、27人人が集まればですね、顔や姿、性格が違うように、それぞれ固有の考え方があるんですね。同じ聖書の中にも。で、その固有のものの考え方を新約聖書で書かれて、その固有のもの、固有のものの考え方を神学と言ったりしますね。神学。皆さん、神学部の神なので、わかると思いますが、神学が、を持っているわけです。ですので、最初に一冊の本と言いましたが、実際そうじゃなくて27あるということです。で、それを今日は一つ当たり前のことなんですけど、ぜひ頭に入れてもらいたいなと思って講義をします。で、お手元のレジュメの2見てください。新約聖書の多様性とありますが、で、2の、2ポイント、1ポイント、2.1 って書いてますが、それは27文章っていう題を書いてますが、それがこの新約聖書27文章あるっていうことなんですね。で、27文章の中にさらに、仕分けをしていこうということで、こう書いてあるんですが、4つの分け方ができるんですね。まず、福音書、使徒言行録、書簡、括弧手紙、そしてヨハネ黙示録。と4種類のですね、グループがあるということですね。で、まずその一つ目の福音書を見ていくと、4冊あるわけです。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなんですね。を書いてますが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。で、新約聖書はギリシャ語で書かれています。で、皆さんがお手元は日本語なんですが、それをギリシャ語に訳し、ギリシャ語から日本語に訳したものです。で、福音書、マタイによる福音書の福音という言葉ですが、福音と訳されているギリシャ語は、ここに書いてあるように、エヴァンゲリオンっていうんです。で、右に書いてるのはこれ、ギリシャ語です。英語じゃないですね。ギリシャ語なんですが、皆さんも大学進学に来たらギリシャ語を学びたいと思えば、ギリシャ語を学べます。あるいはヘブライ語、さらにはアラビア語も学べますが、新約聖書はギリシャ語で書かれていますので、ギリシャ語を学ぶ人も多いです。で、エヴァンゲリオンっていうギリシャ語なんですが、で、エウっていうのは良い、グッドって意味ですね。で、アゲリオンは、アンゲロスっていう、死者とか使いっていう意味なんですね。アゲリオン、アンゲリオン。で、アンゲロス、死者使いに由来する言葉なんですね。ですから、エウアンゲリオンっていうのは、良い使い、訪れ知らせという意味になっていくんです。で、英語で、福音はゴスペルとか言ったりしますね。と表しますが、グッドニュース、良い知らせと表現したりもするんですね。ですから、これはエヴァンゲリオンの元々の意味から来ているということです。で、余談ですが、大学で授業をしていると、特に1回生とか2回生の方が、あ、先生、エヴァンゲリオンと新世紀エヴァンゲリオンと関係あるのって言ったりするんですが、皆さん、その世代ではないですかね。エヴァンゲリオン、アニメでね、ありましたが、今いろいろ劇場版で、ムービーでやってますが、これは、このエヴァンゲリオンを、から取ったものなんですね。あと、使徒とか、エヴァとか出てきますね。で、実際には、内容的には全く現代のアニメなので、私も何個か見ましたけど、まあ、内容自体は面白いですけど、まあ、聖書とは特に関係はないということです。まあ、あと、ユダヤ教の用語を使用したりするわけですが、まあ、そのような、言葉、エヴァンゲリオン、ぜひ皆さん、知っておいてください。まあ、これ、福音、そして、良い知らせという意味が、もともとあるということですね。で、ちなみに、アンゲロス、死者使いと言いましたが、エンジェルって言いますよね、天使のこと。その英語の、エンジェルも、このアンゲロスから来てるんです。だからギリシャ語っていうのはなんか全然違う、世界の言葉なんかなと思うと、いろいろと現代の英語や日本語にも使用されたりするわけですね。で、次、使徒言行録があって、これは歴史書と言われるもので、初代のキリスト教の誕生と歴史を描いているものです。で、その中から一つ有名な箇所を紹介しますと、
パウロっていう方ご存知ですかね。パウロっていう方が、初めはキリスト教を迫害してたんですね、キリスト教たち。しかし、改心してキリスト教を述べ伝えるようになっていた。でその時に目から鱗のようなものが落ちっていう箇所があるんですね。でそれは目から鱗が落ちるっていうことわざになって今の日本語にも残ってますよね。何かがきっかけとなって急に物事がよく見えて理解できるようになっていく、まあ、そういうようなことわざがこの使徒言行録にも、出てくるわけですね。で次書簡を見ていただくと、書簡は手紙ということです。21通あるわけです。でその21通の中には、パウロ書簡と一般の書簡と分かれていまして、13通8通と分かれているんですが、でこのパウロ書簡の内訳を見てほしいんですが、13通中ですね、聖書ではですね、すべてパウロが書いたっていうふうに言っているんですが、実際にはそうじゃないんですね。また教会とかでは、パウロがこれを書きましたって言ったりしますが、聖書学の批判的、歴史的分析をしていくと、実は13通の中、7通だけ、パウロが書いた。ということが分かっているんですね。でそれをこのプリントに書きましたが、新聖パウロ書簡7つと書いている部分です。でその署名を挙げましたが、ローマ、第一コリント、第二コリント、ガラティア、フィリピ、第一テサロニケ、フィレモン、この7つが新聖パウロ書簡ということです。でそれ以外の書簡はどうなのかというと、パウロっていう人が書いたというふうになっているんですが、実際にはパウロの弟子か、あるいは、その信奉者たち、どっちの人たちが書いたんだろうということです。それを第二パウロ書簡と言っています。で次に、ヨハネ黙示録というのがあります。でヨハネ黙示録はですね、手元に書きましたが、黙示っていうのは、辞書の定義をここに記しましたが、歴史と宇宙万物の奥義に関する解き明かしのことということですね。でここでまずギリシャ語を書きましたが、アポカルプシスというんですね。これは表す、掲示するというんですね。アポカルプシス。で、アポというのは分離、否定という意味で、カルプトは覆いをすると隠す、まあ、カバーするということですね。でカバーを外す、覆いを外すということで、表す、掲示するという意味なんですね。アポカルプシス。この黙示思想というのは非常に面白くて、まあ、研究すると、非常にその深遠なことが分かってくるんですが、旧約聖書の中ではダニエル書というのがその典型的な黙示文学と言われるものです。で新約聖書では皆さんご存知のヨハネ黙示録ですね。で黙示文学というのは内容が非常に多様で一筋縄でいかないので、どういう特徴があるのかというのをまとめることはなかなか難しいんですが、まあ、いくつかその中でもいくつか特徴を挙げることができるんですが、黙示を受ける人はその夢とかあるいは霊的な興奮など通常の状態ではない状態、トランス状態に陥るんですね。で、そういう状態で幻を見たり、で天使に出会ったりするんです。で、その中で、昔からの、原始からの人類の歴史が振り返られたりとか、そして古い時代に変わって新しいものが出来上がっていく、創造される。という宇宙の始まりから始まって今までの歴史が振り返られたりするわけですね。そしていわば世界を動かしているソフトウェアと言いますかね、その秘密を教える、その秘密をのメッセージを受け取る、そのような構造で書かれていくんですね。ですので非常に読んでいくと面白いし、現在の映画とかその先ほど出てきたアニメの話でもそういう目視的なねメッセージを入れ込みながら、この世界ってどのように動いてるんだろうと皆さん興味あると思うんですね。自分の世界をね、で自分はその世界に対してどういう関係があるんだろうかと、そして自分はなんでここで生きているんだろうか、そういう思い疑問とかが誰しも持っているものですが、それに答えようとしていく一つの表現ですよね。それは2000年前の人間も同じことであって、生まれた彼には何か意味があるんじゃないかと皆さん思うとですね、でなんでこうやって一生懸命勉強しているのか、勉強して大学行って卒業して働いて就職して何のためなのかっていう、もちろんお金を稼ぐためだっていう人もいるかもしれませんが、もっと違う理由があるんではないかな
ということを、まあ、考えていく。その2000年前の人も同じことであるわけです。で、黙示文学のもう一つの特徴としては、その、悪人が当時栄えていて、いろいろと、悪いことをして、で、良い人が苦しんでいるという状況に対して、その不条理性というか、なんで悪いことをしている奴ばっかりが栄えて、真面目に勉強して、真面目に仕事をしている人が、報いを得ることができないのかという、その不条理ですね、不公平感に対して、その抵抗文学として、そうじゃないんだと、私たち苦しんでいる者に救いがあるんだという抵抗文学の役割を担うこともあったですね。それはダニエル書の中では、の場合はアンティオコスというシリア王のアンティオコス4世のによる迫害とかに、の時代でした。で、ヨハネ黙示録の場合はローマ皇帝のドミニティアヌス帝の時代であります。まあ、ここに書いた通りです。で、一つ、まあ、余談的な話なんですが、このヨハネ黙示録の13章18節に、お手元のレジュメ見ていただくと書いてますが、獣の数字にはどのような意味があるかを考えるがよいと。数字は人間を示している。そしてその数字は666である。という箇所があるんですが、昔映画でのオーメンという映画皆さん見たことありますか？オーメンに出てくるダミアンの頭に、666って書いてますね、数字。まあ、そういうことは皆さんよく知っているんですが、それは悪魔の数字として記されているものですが、あれはこの今読みました、ヨハネ黙示録13章18節に出てくるものを利用したものです。で、ヨハネでは、ローマ皇帝、先ほど言いました、ドミニティアヌス帝ですから、の時代ですから、ローマ皇帝を指していると思われるんですね。でしかし、どの皇帝なのか、わからない。はっきりしない。で、ある説では、ネロ皇帝、54年から68年に統治したネロ皇帝を示しているのではないかと考えることができますね。で、なぜかというとですね、ネロ・カエサル、まあ、カエサルは皇帝ということですね。ネロ・カエサルのギリシャ語が、ネロン・カエサルがというギリシャ語で、それをヘブライ語に転記した場合ですね、いくつか の組み合わせができるんです。で、その一つの組み合わせが666になるっていうことが分かってるんですね。で、ヘブライ語の文字っていうのは、数字としても使用されたらできるんですね。一つの、その、ベターが数字を表したりすることができるんです。で、お手元に、レジュメに記したのは、このヘブライ語なんですね。で、ヘブライ語で、一番上は、カイサルネロンですね。で、二番目も、カイサルネロン。3番目もカイサルネロン。で、ヘブライ、ネロンはすべて左の文字は全部同じ文字ですが、はじめのカイサルっていうのはいくつかバリエーションがあるんですね。で、バリエーションがいくつがあって、で、このヘブライ語の、まあ皆さん初めて象形文字みたいな文字なんですが、これヘブライ語を学ぶとわかるんですが、一つずつ数字を表すんです。で、今50プラス6プラス200プラス50プラスって書いてますが、一つずつ、一番最初のこの字は50を表すんですね。で、足していくと667、あるいは676。で、最後の文が666なんですね。それでおそらくこのカイサル・ネロン、すなわちネロ皇帝を指しているのではないかな、っていうことを、主張する人もいます。ただ、実際にはこのヨハネ黙示録を書いた人に聞いてみるとわかりませんが、まあ、一つの解釈ですね。まあ、こういう黙示録っていうのは、内容を、まあ、暗示的に、暗号的に示したりするので、まあ、いろいろな解釈ができるんですね。で、ネロ皇帝というのも一つの解釈の一つなんです。で、いろいろ解釈できるので、どの時代、どの時代にも、その、容易に、別の解釈をね、別の出来事に結びつけることもできるんです。で、天変地異や騒乱、戦争が続いたりすると、必ず黙示録に、戻って、なんかこれは黙示録で示されている予言ではないかなと言ったり、解釈したりする人が出てくるんですが、例えば米ソ冷戦時代、ソ連とアメリカがですね、冷戦時代、敵対している時代は、アメリカの保守的といわれるキリスト教の人たちはね、この獣っていうのをソビエト連邦のことだと解釈したりしていました。で、また、一つ面白い、偶然って言いますがありまして、チェルノブイリっていう
地名は聞いたことありますか？原発事故があったところですが、そのチェルノブイリっていうのは、ロシア語でヨモギっていうあの草の人のに近い草の名前を指している。で、黙示録のですね、8章の11に、アプシンソスっていうギリシャ語が出てくるんですが、これは、ニガヨモギっていう意味なんですね。で、この箇所を見ますとね、このニガヨモギっていう隕石が、空から降ってきて、多くの人を、に害を与えて、まあ、死んでしまうっていう、そういう、記述があるんですね。で、空からニガヨモギの隕石が降って、水源が汚染されて、多くの住民が死んだ。というふうに書いているので、その原発事故で、そのチェルノブイリの地域が放射能に汚染されて、多くの人が被害を被ったということがあったので、これはあくまでも連想なんですけど、あ、ここに予言がされていたんだということを解釈したりする人もいると。あと、日本のカルト集団などがよく、ハルマゲドン。皆さん聞いたことありますかね、ハルマゲドン。オウム真理教が言ってたやつね。ハルマゲドンっていう言葉もこの黙示録から取ってきてるんですね。で、このハルマゲドンっていうのは16章の16節に出てくるんですが、確かにハルマゲドンっていうことが出てくるんですが、これはですね、黙示録では終末戦争の勃発の、終末戦争が起こる場所として書かれているんですが、もともとはですね、ハルメギド。で、地名に書いてますが、これも、ヘブライ語で、ハル・メギド。メギドの丘って言いますね。で、メギドの丘っていうのは、古戦場。もともと、古くから、主要な戦いが、繰り返し行われていた。まあ、そのような、場所として、知られていた場所、丘なんですね。で、黙示録の著者もそれを言うことで、ハルマゲドンという言葉を使った。で、現代の人がそれをハルマゲドンと言って、終末戦争が起こると言ったオウム真理教などをね、もう今は存在して、名前を解消していますけど、アレフですか、変わっていますけど、そのように利用したりする。しかし、で、それで、聖書学をやっていくと、いかに彼らが安直に自分の主張に合わせて使っているというのが分かってくるんですね。全然聖書のことを知らない方、あ、聖書のそういうこと書いて、ハルマゲドン書いてるんだったら、オウム真理教を言ってることを、正しいこと言ってるのかなと誤解してしまうことが、信じてしまう人もいると思うんですね。まあ、実際、優秀な、理科系の優秀な人たちがオウム真理教に入っていきましたよね。ですから、ぜひね、宗教について、また聖書について正しい知識を知ってもらいたい。で、そのための聖書学っていうのが、一つ大きな役割を果たすことができると思います。で、二番目、新約文書の年代っていうところなんですが、もう一度目次を見ていてください。で、27文書あったんですが、さて、どの文書が最初に書かれたか、あるいはどれが最後に書かれたか、皆さん、知ってますか？キリスト教主義で聖書家の授業をしてたら教えてもらったかもしれないし、教えてもらって忘れたかもしれませんが、通常ですね、目次最初に書かれた文書が、あ、マタイによる福音書が最初に書かれたんかなと思いますよね。で、最後がヨハネの黙示録だから、あ、ヨハネの黙示録が最後かな、と思うんですが、実はそうじゃないんですね。まあ、レジュメにもすでに答え書いてますので、わかりますか？配列順イコール年代順ではない、ということです。で、マタイはですね、70年以降、80年前後に書かれたもので、新約聖書のですね、最もこの中で一番古いもの、最初に書かれたものっていうのはですね、パウロの手紙である第一テサロニケ。で、おそらく紀元後50年頃に書かれたと思われますね。で、テサロニケの手紙第一ってどこにあるかわかりますかね？ずーっと見ていくと、上の段の後ろから二つ目ですね。テサロニケの信徒の手紙1。1テサが略語なんですが、第一テサロニケ、これが一番最初に書かれたんです。で、その後に、福音書、そしていろいろな手紙が書かれて、で、ヨハネ黙示録が最後じゃなくて、聖書学で、分かっていることは、一番最後に書かれたのは、紀元後120年か150年頃に書かれたっていう手紙があって、それは第二ペテロの手紙。
下の段の真ん中あたりに出てきますね。ペテロの手紙にって書いていますが、それが一番最後の方、最後に書かれた文章です。だからこの目次の順番に騙されちゃいけないんですね。で、携帯で一冊の本ということで騙されてもいけない。27のこの異なる文章があって。で、その目次順ではなく、年代はバラバラに配列されている。で、新約文書の年代というレジュメのところを見ていただくと、今言ったことが書いています。イエスの誕生が 4BC、紀元前4年頃。で、30年にイエスの十字架刑があって。で、パウロの手紙が最初に書かれるんですね。50年から60年。で、最後は第一テサロニケ。で、マルコ、そしてルカ、マタイ、ヨハネと続いていきます。でこの新約聖書、次、聖典時期について、どんどん行きたいんですが、我々、こうやってまとまったものとして27部書持ってるんですが、初めから27の形でまとまっていたんじゃないんですね。当初、この手紙を書いた人、あるいは福音書を書いた人はですね、2000年後に私たちがこのような形で、新約聖書として、コレクションとして読まれるとは全く想定していなかったと思います。というのは、新約聖書が現在の形にまとめられたのは、4世紀半ば過ぎなんですね。これは逆に言うと、当時のクリスチャンの人は、新約聖書と言われるものは持ってなかったということです。決して一冊の書物と言えるものはなかったわけですね。ぜひ、これも我々当たり前のことなんだけど、我々ついついこの新約聖書まとめられているのは、もともとこういうのがあって、こういうのを読んで、初代のキリスト教徒はね、宣教したのか、礼拝したのかと思うかもしれませんが、実際こういうまとまった形もなかった。特に当初、初期の頃ですね。で、なぜかっていうと、まとめられたのは4世紀半ば。聖典時期の新約聖書の聖典化の流れっていうレジュメのところを見ていただくと分かると思います。2世紀以降になって、すなわち100年、紀元後100年以降になって、正統派キリスト教、まあ私たちが今継承している正統派といわれるキリスト教が、新約のこの聖典、すなわちまとまったものを持とうという発想が出てきたんです。で、それも、いいですか？はじめはそういう発想がなくて、グノーシスとかマルキオン、まあこれ難しいので、また大学に来られたりしたら勉強できると思いますが、まあ言われる異端です。異端と言われる人たちが先に自分たちの聖書というのを作り始めたんですね。例えばマルキオン聖書というのを作ったんです。で、マルキオンは旧約聖書をバッサリ削除して、あと、ユダヤ教の影響のある文章を全部バッサリ削除して、パウロの手紙とルカ福音書を基本にして聖書を作ったんです。で、正統派のキリスト教と言われる人たちは、それでは困るということで、それに触発されて、新約聖書をまとめていこうという、そういう機運が強くなっていたということです。で、そして367年に、資料としてはアレキサンドリアの司教アタナシウスという人が、第39復活祭書簡という書簡で、初めてこの27文章を聖典として捉えようと、キャノンとして捉えようという、そういうことを言及しているんですね。だから史的資料としては、これが一番最初の27文書が聖典と言われていることを言及している最初の資料なんですね。で、その後、393年のヒッポ会議、教会のオフィシャルな会議ですね。そこで聖典として確定されて、397年のカルタゴ会議で、それを追認して発布すると、聖典目録を。ですから、4世紀の本当に最後の方で、やっと、新約聖典が決まったという。いいですか？イエスが生まれたのは紀元前4年でした。で、パウロなどが活躍したのは50年から60年。だから400年ぐらい、300年近くかかってるわけですね。聖典になる。で、初期キリスト教って言われる人たちはこの50年代、60年代、そして100、
120年、150年代の人たちですね。その人たちは新約聖書というものを持ってなかったということを、ぜひ、覚えておいてください。で、聖典、聖典と、出てきましたが、まあ、ねじめを見ていただくと、聖典キャノンと、もう一つ聖典、聖なる典ですね。セイクリッドブックと、どう違うんだと思うかもしれません。で、聖典というのは、キャノンで、ギリシャ語でカノンっていう、言語なんですね。で、言語では棒とか竿とかいう意味で、測定用の竿を、意味したんですね。だから、基準を決めるということです。で、それが意味が転じて法則とか、判断基準というふうになっていくんですが、で、聖典、正しい点というのは、教会、教団によって公認されたものということですね。で、聖なる、点というのは、まあ、ホーリーですから、ありがたい、まあ、信仰の書物として、捉えられたものが、聖なる、点。Sacred Book, Holy Scripture と言われるものです。で、聖典の方は、ホーリーの方はですね、キリスト教の聖書であったり、イスラムのコーランであったり、仏教の経典を指したりすることもできます。で、聖典の場合は、宗教上の、信仰的な書物として、言及するときに使われることですね。ですから、聖書も聖典、聖なる書物と言います。しかし、ただし、キャノンの聖典の場合は、27文章、新約の場合は、旧約は39、まあ、3空27と、言うと覚えやすいんですが、39、27、66が聖典、正しい点、キャノンになるわけですね。それは教会の、公な会議でオフィシャルで決まったという、そういう意味合いが入ってくると思います。で、聖典に対して外典というのがあって、外典はですね、聖典に入らなかったものですね。で、聖書学をやっているとですね、新約聖書、皆さん、27文章、そして936、39っていうことで今言いましたが、実はそれ以外にもたくさんの文書が2000年前書かれているんですね。で、教会あるいは、学校などでは、まあ、聖書のクラスではもちろん聖書を勉強するんですが、聖書学では聖書以外の、これ以外の書物も、研究対象にするんですね。すなわち、当時書かれた他の文書も読んでいくんです。すると、当時の人の考え方とか文化とか、そういう社会の状況、現象というのが、より立体的に見えていくんですね。どうしてもこの聖書オンリーだけだったら、もちろん聖書大事ですが、ホーリーブックとしては大事なんですけど、しかし聖典という位置づけで考えると、外典があるからです。ここにレジュメ書いてましたが、聖典以外のブックもあるので、それも研究の対象にしていくわけですね。すると、もっと世界が広がって、聖書で書かれていることがさらに、あ、こういう背景で聖書の人たちはこういう言葉を書いてるんだな、というものが分かってくると思うんですね。だから、聖典、外典、さらに聖典ということを説明しました。で、また余談ですが、学生がよく、カノンというと、メーカーのね、キャノンと関係あるんですかっていう人があるんですけど、で、それでちょっと調べたら、メーカーのキャノンが最初に作ったカメラの試作機はですね、名前は実はカンノン、カンノンさんのカンノンだったんです。カンノン。だったそうです。で、カンノン様のご慈悲にあやかりたいという思いから、そういう商品も作ったそうですが、そして1935年に世界に通用するブランド名として、また精密工業にふさわしいものとして、カンノンからキャノンに表彰を変えたそうですね。で、キャノンのホームページを見ますと、そのキャノンにその判断の基準、正しさ、聖典の意味合いがあるから、いいじゃないかということを書いてまして、で、ただしそのキャノンですね、正しい方の聖典をですね、聖なる、ホーリーの点と間違って訳してたので、それはちょっと、間違ってたんですが、まあ、キャノンっていう、名前でちょっと余談を言いました。特にキリスト教と関係あるわけじゃないんですが、商品名、メーカーの名前として有名ですので、皆さん、よく連想する学生が多いです。で、もう一つ、聖書の時代背景、社会的な状況として、もう一つ知っておいてほしいのは、ヘレニズムということですね。で、一般にヘレニズムっていうのはギリシャ風の意味っていう
ことで、アレクサンドロス大王、世界史でも出てきたと思うんです、アレクサンダー大王。紀元前4世紀末にですね、地中海東からインダス川に大帝国を作った、アレクサンドロスですが、彼が大帝国を作った後、このギリシャ語がですね、国際語となって、もうありとあらゆるものが、このギリシャの文化、社会、そして社会制度が、その一体に広まっていったんですね。で、それをヘレニズム時代というんです。で、ヘレニズム時代に聖書の普及を目指して、このヘブライ語聖書、旧約聖書はヘブライ語で書かれたんですが、ヘブライ語聖書はギリシャ語に訳されました。で、ギリシャ語に訳されたのを、ここに書いてみました。セプトゥアギンタっていう、変わった名前なんですが、ラテン語で70っていう意味なんですね。で、70人が、実際には伝説では72人が、72日かけて、このギリシャ語訳を作ったという伝説があるんですが、その7で、ちょうど数字がいいところで70ということで、ラテン語でセプトゥアギンタと呼んだりします。で、当時はギリシャ語が国際語であった。今でいう英語なんですね。ですので、これは何物語っているかというと、新約聖書は当時の国際語で書かれたということです。現在ではギリシャ語っていうのは皆さんに全然わからないし、全然イメージもわからないし、ギリシャ人、ギリシャの人が喋ってるぐらいしか知識ないと思いますが、当時はギリシャ語が全ての人が使う。特に貿易とか商業とかする人たちが使っていく言葉であったんですね。あと文化、哲学をの書物もギリシャ語でどんどん書かれてきました。で、新約聖書もギリシャ語で書かれたっていうのは大きな、出来事ですね。そのおかげもあって、キリスト教が、本当にパレスチナという小さな地域から始まって、だーっと地中海沿岸に広がっていた、その一つの要因だと思うんですね。ギリシャ語で書かれたという。すなわち皆さん、英語って考えてください。もしくは、日本語で何かを発信しても、日本語を読む人しか理解してくれませんよね。しかし、英語でいろんなことを発信していくと、例えばインターネット上でね、英語で発信したら、すべての人が、すべてと言いません。多くの人が読みますよね。英語が国際語でありますので。言い悪いは別として、当時の国際語を使用した、ということを、言えます。で、次に文学類型、ジャンルのところに行きたいと思うんですが、文学類型、ジャンル系を決めるにはですね、形式、そして、内容、で、機能に基づいて、分類できると思うんですが、そのジャンルの説明は、そう詳しくする必要はないんですが、皆さんとの日常生活ともすごく密接に関わっていることなんですね。例えば私たちが何か作品を読むときですね、今読んでいるものがどのようなジャンルに入っているのか理解しながら読んでいるんです。例えば新聞を読むとき、あるいは週刊誌を読むとき、あるいは小説を読むときですね、あるいは学術論文を読むとき、またインターネットのブログや掲示板を読むときなど、無意識に、自分はこういうジャンルを読んでるっていうのを分かってやってるんです。で、私たちはジャンルに応じて期待される内容や形式をですね、心づもりしながら読み進めていく。それが無意識であろうと意識的であろうと。例えばですね、難しい学術論文。皆さんにとっては、どうしてかね、教科書を読んでるときね、何かインターネットの掲示板で出てくるような言葉図が出てきたら、この教科書なんか変だなってなりますよね。で、インターネットの掲示板とかチャットとかしてるときに、なんか学術的な論調の日本語出てきたり、そのような主張が出てきたら、なんだこの人はってなりますよね。だから、自分が接しているテキストにですね、そのテキストがどういうジャンルに属しているかっていうのは、意識しようがしまいと、認知しながら、念頭に置きながら、私たちは読んでると思うんですね。で、そのジャンルに期待されるものが期待通りに出てくると、期待値っていうのがありますが、そういう出てくると読み手、自分たちは、その作品にある種の、信頼感を置いて、あるいは安心して読み進めることができますよね。でも、読者の予想を裏切ると信用を失いますよね。
で、ジャンルというのはそういう意味では大切なんです。で、新聞というのはいろんなジャンルが入っていますよね。テレビ欄。これもテレビ欄のジャンルですね。で、表面は、社会、政治欄があったり、あと社説があったり、で、広告欄があったりとか、小説、連載小説の部分があったりしますよね。で、それを読むとき、三面記事を読むときと、小説読むとき、あるいは、社説読むときと、無意識的に、自分は今、社説を読んでるとかね、小説読んでるということを、意識し、無意識に、了解してやってるわけです。読んでいってるわけです。で、社説読んでるのに急に三面記事的な話が出てくると、この社説なんかおかしいなということで信頼を失っていく。で、何を言いたいかというと、だから、聖書を読むときですね、間違った文学類型を前提に、期待値を変に高めて読んでしまうと、がっかりして、聖書なんて面白くないな、信用ならんなと読むのをやめてしまうこともあるんですね。まあ、これは不幸なことで、ぜひ聖書のジャンルを知ってほしいんです。で、それぞれジャンルが目指す目的があるんですね。で、その目的を理解した上で読みを進めていくと、より理解しやすくなっていく。で、ここに書いたんですが、新約聖書の4つの文学類型。1番目が古代伝記物語。2番目が歴史書、3番目が書簡手紙、4番目が黙示文学ですね。で、新約聖書には4つのジャンルがありますが、今言った4つのジャンルで、今日は古代伝記物語、福音書のところを説明したいと思います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があるというのを皆さんもご存知になったと思いますが、この4つの福音書はですね、まあ、イエスについていろいろと書いている、イエスの生涯について書いているっていうぐらいは皆さん知ってると思うんですけど、しかし古代伝記物語のジャンルに入っているということを、ちょっと今日は、覚えて帰ってほしいんですが、で、古代伝記物語っていうのはですね、伝記物だから、史実に基づいて、記述がされていると思うですが、現代の伝記物語と違って、古代伝記物語にはいくつかの特徴があるんですね。で、一つはですね、一番目にペケって書いたのはそうじゃないという意味で、史実性、歴史的信憑性にはあまり関心がないんです。で、私たちが前提とする客観性とか、合理性は二の次になるんですね。で、このことは二つ目のジャンルの歴史書にも当てはまることなんですが、著者の主観的判断が全てなんです。主観的判断。もちろん現代の私たちも主観的判断で物事を描写するんですが、その際公平さであるとか、客観性であるとかを考えるんですが、でなければ説得力のない文章になると恐れるから、できるだけ客観的に書こうと、描こうとする。で、好き勝手なことを書いてたら、その人は勝手に書いてるんだけだということで誰も信じてくれなくなりますからね。しかし古代においては、そのようなことをあまり考えずに、意識せずに、どんどんと自分の感じたことを思って、それを事実、史実として書いていくんです。で、もちろん年代の組み合わせっていうのは、利用することはあるんですが、それは物語を構成する上での一つの道具に過ぎないですね。で、主たる目的は、著者の主観的価値判断に基づいた主人公の本質だか、特徴、人柄を、それも史実として提供していく。史実として描写していくということなんですね。だから、はじめにペケで書いたのは、史実性、歴史的信憑性というのはあまり、ないと。で、客観的であるよりは、主観的判断が尊重される。これ大事な特徴です。で、二つ目は、心理的洞察描写です。それがあまり見られない。主人公の人格形成が様々な出来事やエピソードを通して発展成長していくという心理的描写はなくて、描写される人物はですね、物語の初めから一貫して同じであることが多いんですね。だからあまり面白くないです。現代人にとってはですね。で、対象人物の人格や人柄を反映させるために、いろんなことわざとかスピーチとか論争物語とか使用するんです。しかし、主人公が心理的葛藤を抱いて成長していくとか、ある問題を心理的なレベルで克服していくとか、
そういう描写はあまり見られないんです。だから聖書を皆さんすでに読んだことはあると思うんですが、福音書ね、イエスの姿を描写されているんですけど、イエスの心理的葛藤とかね、そういうものはあまりほとんどないんですね。まあ、唯一ゲッセマネでね、もだえ苦しむっていうシーンが出てきますが、しかしイエスの心理面、イエスってどういうことを考えているんだっていうのはなかなかほとんどないとですね。ですので、何も考えずに、あ、イエスの伝記物語っても読むと、なんか違和感があるなと。なんかイエスの伝記物語と言いつつ、なんかちょっと違うなっていうことで、今日、違和感を感じる人多いと思うんですが、それは古代伝記物語のジャンル、また福音書の特徴でもあるんですね。そういう話をしていると、また学生が来て、漫画のセイントお兄さんって面白いでって言って、知ってますかね。で、これはそう言われて私もちょっと読んだんですけど、かなりよくできた内容で、まあ、はっきり言って笑えるんですね。すべてパロディ化されたイエスの、それとブッダとイエスのね、セイントお兄さんが繰り広げるエピソードが描かれているんですが、イエスの心理描写が非常に面白いんですね。で、もちろんそれは現代人の全くの創作ですけど、まあ、心理描写をしていると思うし。で、イエスがヨルダン川でヨハネが洗礼を受けたときに、天から鳩のように聖霊が下ってくるという聖書記事があるんですね。マルコの一章に。イエスが洗礼を受ける。イエスが洗礼を受けたら、ヨルダン川川の中でね、受けたら、聖霊が鳩のように降りてきた。というシーンが、この聖典聖書にあるんですが、この現代のコミックのパロディ版では、イエスは金槌で泳げないので、川に潜るのを躊躇していたんですね。で、それを心配した天の父が鳩になって見に来たというふうに説明してるんですね。まあ、すごくまあ、漫画を読んで笑えるんですが、まあ、これは全くパロディなので、一つの娯楽本として読んでいくと面白い。ただ、聖書の知識をかなりこの著者は持っていまして、それをくすぐるような感じで描いています。で、ところで、福音書ではそのようなイエスの心理描写がないので、残念なんですが、私たちの想像力で考えりがないんです。で、それと、福音書の中で描写されているイエスはですね、ないこともあります。起こることもありますよね。神殿の商人のテーブルをひっくり返したりとか、そういうことがあるんですが、しかしイエスは一切笑わないですね。皆さん、イエスが笑ったシーンって、どっか思い出すことありますかね。残念ながらないんですね。で、なんでイエスは笑わないんだろうっていう疑問を持つことも大事なんです。で、ちなみに、聖書以外の文献ではですね、外典、先ほど言った外典では、イエスが笑う場面が出てくるんです。で、それはユダの福音書とか、ペテロの黙示録と言われるもので、これはグノーシス主義と言われる当時一時一世風靡した思想なんですが、まあ結果的には歴史的には消えていった、異端として消えていった思想なんですが、しかしグノーシス思想自体すごく非常に面白いんです。その思想を背景に書いてますので、その史実性に、歴史的な信憑性に対しては、疑いが高いので、誰も信じないんですが、ただ、イエスが笑うっていうシーンがあって、興味を引くところです。で、福音書の、聖典福音書の中にもイエスは笑いは出てこないんですが、お酒を飲んだり、仲間と食事をしたりするのは出てきますね。大酒飲みで対象感だという批判のコメントが出てきます。すなわちイエスは一緒に食事をし、一緒にお酒、ワインを飲んだというのは史実と考えていいと思います。で、そのようなイエスですから、彼は、特に社会の隅に追いやられた人たちと寝食を共にしていましたので、まあ、要するに宴会が好きだったので、きっといつもおおらかに笑っていただろうと、私は想像します。で、なぜ福音書にはイエスの笑いを記述をしてなかったのかっていうのは、そういう疑問を持って、いろいろ考察、研究していくと、また新しい発見があるかもしれません。それは福音書の意図にそぐわなかったから、イエスの笑いは描かなかったかもしれない。まあ、そういうことを考えていくのが聖書学の分野の一つなんですが、いよいよと、そしたらなぜなのかっていう、で、外典の資料を取り寄せて、外典ではこういうふうに書いてるけど、なぜ聖典と言われる福音書はないのかと考えていくと、いろいろ興味が出てくると思います。
ちなみに、またギリシャ語の話なんですが、笑うっていうギリシャ語は、ゲラオっていうんです。書きましたね。ゲラオ。GELAW と考えたんですが、ゲラオっていうんですが、ゲラゲラ笑う。で、ゲラオと覚えると思います。ですか？ゲラゲラ笑うやつをゲラオと呼ぶと、ゲラオ。まあ、これでも覚えましたよ、皆さんね。まあ、くだらない、ダジャレなんですけど、そうやってギリシャ語を覚えていくと、覚えると。あともう一つ、沈黙は、シーゲーって言うんですね。沈黙。これも、こじつけで覚えようと思うと、うるさい人に、シッって言いますよね。静かにせえと。沈黙せえってことで、ね。これで、シーゲーと覚えたら、もうこれで覚えますよね。ゲラオーとシーゲー。ぜひ覚えておいてください。三つ目の特徴として、福音書、古代電気物語の三つ目のですね、特徴としてはね、著者は電気物語を単なる、娯楽の読み物として書いたんだけじゃなくて、主人公を模倣するべき、模範とすべき手本として提示してるんですね。で、ここに書いたのは、道徳的判例、模範として書いてるんです。まあ、手本、模範、モデルとして、偉人とか英雄、ヒーローとかですね、指導者などを電気物に取り上げて、それを書いていって、それを表明していくっていうのは現代でも見られることです。で、それに付随する機能としてではです。機能、役割としては、政治的役割機能も挙げることができるんですね。まあ、現代では、そういう部分はあまりないと思うんですが、特に、執筆者、書いた人がある集団に属している場合、それは顕著になっているんです。すなわち、その集団との師匠、まさに先生の伝記文でありますから、その人がいかに偉大であるかというのを書いています。で、他のグループと競合関係にある場合、まあ、競争にある関係にある場合は、さらにそれが顕著になってきますね。それは宗教界においてであれ、あるいは当時の哲学者と言われる人、あるいは修辞学者と言われるグループがあるんですが、そういう人たちのグループであれ、そういうことが顕著になっている。ですから、電気物語というのは自分たちが信奉する先生が、ライバルのグループの先生に勝っているということを、どのように、効果的に、宣伝、誇示していくか、ということを目的として持っているということですね。まあ、これって非常に政治的ではあるんですが、まあ、良くも悪くもそのような機能が付随してくるということです。で、これは福音書に関しても例外ではないですね。福音書も同じような機能を持ち得るということなんです。で、古代電気物語の、ジャンルを説明しましたが、福音書独自の特徴もあるんですね。それを皆さん最後にぜひ知っておいてほしいんですが、レジュメの3ページの最後の方に書きましたが、まず受難物語、キリスト信仰、宣教目的と共同体の手引き書って書いてますが、福音書っていうのはイエスという主人公がカリスマ的人物として描いているわけですね。で、イエスの特徴をいろいろな資料を利用しながら描き出して、で、イエスこそキリスト者にとって唯一の従うべき模範であり、他の宗教的指導者に勝る人物であるということを宣言しているんですね。ただ、留意してほしい点は、福音書はですね、イエスの死、それも無残な十字架刑による死を堂々と描いているんですね。よく考えてください。電気物語で英雄、自分の指導者、電気物を書くときに、そんな無残な死、もちろん死ぬことを死、人間ですが死ぬわけなので、死自体は描くわけですが、無残な死に様を延々と、受難物語皆さん知ってますよ。かなりのスペース、相当なスペースを使って、福音書で書いてますよね。それを書いてるっていうのは、驚きであるわけです。で、これは他の伝記物語にはない珍しい特徴だと思います。死に至るプロセスの描写。まあ、はっきり言って人生の敗北ですよ。十字架で殺されるというのは、処刑されるというのは。で、なぜそんなことになったのかということは、また聖書学の授業の中とかで展開していくわけですが。
で、もう一つ特徴を覚えておいてほしいのは、確かに当時の伝記物語のジャンルを利用して、福音書ではイエスの生涯を描いているんですが、しかし、そこには著者、書いた人、福音書記者って言いますが、福音書記者、書いた人の思想や信仰が反映されているんですね。で、その物語にはイエスへの信仰、すなわちイエスをもうキリスト、救い主と信じる信仰ですね。キリスト信仰が反映されていることが、否めないですね。ですから、その点で、福音書、ゴスペルと伝記文学の重要な違いというのは、そのような受難物語であり、キリスト信仰の部分であるということを認識しておくべきです。で、福音書は明らかに神学的な主張と宣教目的、伝道ですね、外部向けには宣教目的、そして内部向けにはキリストの共同体制、グループ、自分たちのグループが発展し、成長していくための手引き書の役割もあったってことですね。だから単なる娯楽であったりとか、道徳的規範を示すとか、宣伝文書ではないということです。で、福音書はエウァンゲリオン、最初に言いましたように良い知らせということでありまして、それは単に歴史上の人物の情報を提供するんじゃなくて、信仰の書として受け取られることを前提としてですね。このマルコ一章の一節、神の子イエス・キリストの福音の始めってありますが、ここで神の子イエス・キリストの福音の始め、エヴァンゲリオンっていう言葉が出てくるんですね。で、マルコは福音書は一番最初に書かれた、福音書の中で一番最初に書かれた福音書なんですが、これは、イエス・キリストの伝記物語ですよっていうことではあると同時に、神の子イエス・キリストの福音の始め、これタイトルですから、今からどういうことを、この福音書は扱っていくのかっていうための示すためのタイトルであ あるわけで、これは信仰の書として受け取られることをすでに示しているというのが分かると思います。で、4ページ目見ていただいて、ヨハネの福音書の20章31節にも、この福音書の目的を簡潔に述べているんですね。それを読みますと、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。そういう福音書の目的を簡潔に述べているわけです。でも娯楽本として書いたんではないということですね。ですので、皆さんが福音書っていうこの書物を読むときに、このような特徴があって、このような目的を持って書かれたもんだということを知っておいてほしい。で、私たちがイエスの人物伝と聞いて、歴史的な出来事やイエスの心理的描写や彼の生い立ち、育ち、家族関係などを期待してしまいます。しかし残念ながら、そのような期待を必ずしも満足させるものではないですね。福音書は読んでると、もちろん聖書学を学ぶことで、その福音書から歴史的なイエスを、史的イエスと言いますが、史的イエスを再構築する、再現するということはある程度可能なんですね。あまりにも福音書がそっけないから、イエスについてね、本当にもっとイエスのことを知りたいって思いが誰でもあるので、私自身はそういう気持ちがありますので、そしてイエスと一体何なのかっていうことを考えるときには、いろんなソースを使って、この聖典以外のソースも資料も使って分析、再構築を挑んでいくと。で、皆さんは福音書を読む際には、このように自分が読んでいるものがどのようなジャンルに属しているのか、古代伝記物語のジャンルに入って、で、福音書というのはどういう特徴を持っているのかということですね。それを認識した上で、了解した上で読んでいくと、この著者の意図ですねが分かってくる。そしてなぜこういう描写の仕方をしているのかということも分かっていくと思うんですね。で、今まで気づかなかったことを発見していくことができる、そのように思います。で、今日は古代伝記物語を特に説明したんですが、27文章、新約聖書、歴史書、手紙、黙示録もありましたね。
でもう一度確認しておきたいんですが、それは年代も場所もそれぞれ主張も違うと、それぞれの神学があると。ですのでこれは何を言っているかと言いますと、何を示しているかというと、キリスト教の多様性ですね。新約聖書27章の多様性で、初期キリスト教の多様性を示している。ですからキリスト教は一筋縄ではいかないと。だって新約聖書自体が27バラバラの文章、はっきり言ってね、まあ、聖典として教会では捉えますが、歴史的にはバラバラの文章だった。だから多様性があって当然なんです。例えば皆さん高校生でありますけど、今の高校生と10年前の高校生と違いますよね。あるいは関西地域に住む高校生と関東に住んで高校生と違うと思います。同じ年代であっても物の考えとかニュアンスとかね、服装とか喋ることも違う。それと同じことですね。福音書、新約聖書27、異なるというのはそういうことなんですね。だから、現代のキリスト教もいろんな宗派があって、多様性があるのは当然であり。で、それでいがみ合ったりとは何か、争いがあるというのは不幸なことで、お互い認め合う、共存ですね、共栄の精神が大事であるんだと思うんです。まさに、この聖典である新約聖書が示している通り、27文書が共存しているわけですよ。書簡によっては、文章によっては、お互い矛盾する思想もあるんですね。それが一緒に共存していることの意味は何なのかと考えると、現代の私たちにとっても示唆を与えてくれると思います。あと4番目ですが、小説ダヴィンチコードですが、皆さん読んだ人はありますか？あるいは映画で見たとか。ないですかね。ダヴィンチコード一時非常に、ポピュラーなものとして読まれたり、映画で、見られたりして話題になったものですが、まあ、ダヴィンチコードなどを含めですね、まあ、聖書はベストセラーの宿命といいますか、いろんなところで言及されたり利用されたりするんですね。で、まあ、この小説に限ったことではありませんで、よく出てくる俗説としてはですね、イエスは家族がいて、それも子孫を残していた、誰かと結婚していたという俗説なんですが、そしてそのお相手がマグダラのマリアであるということなんですね。で、新約、聖典の福音書の中にもマグダラマリアとイエスとの交流の記事っていうのが残ってるんですが、それ以上わからないんです。しかし、別の資料、外典の資料を見ていくと、マグダラのマリアとイエスは恋愛関係にあったの、あるいは結婚していたんではないかという想像ができる文章が あるんですね。それがマリアによる福音書とフィリッポによる福音書なんです。で、資料に、コピーしてお渡ししたと思うんですけど、ありますかね。このフィリッポによる福音書、マリアによる福音書、という書いている資料ですが、それちょっと見ていただくと、ナグハマディ文書っていう文書の中に入っている福音書で、これも外典になるものです。で、ナグハマディっていうのは先ほど出てきましたグノーシスの影響を受けている文書なので、これをこの描写をそのまま史実として受け入れるのには躊躇する部分ですが、しかしこのような描写があるというのは確かですね。フィリッポによる福音書を見ていただくと、不妊の女と呼ばれるソフィアは天使たちの母であると。そしてキリストの同伴者はマグダラのマリアであったんですね。まあ、同伴者と訳されていますので、おそらく、まあ、奥さん、妻であるんではないかということが理解できます。で、これをもとにイエスとマグダラのマリアが結婚していたんだというふうに考える説の根拠になっていますね。あとマリアによる福音書を見ますと、10って書いて 10章ですが、ペテロがマリアに言った、姉妹を救い主が他の女性たちに勝ってあなたを愛したこと、救い主っていうのはイエス・キリストのことですね、他の女性たちに勝ってあなたを愛したことを私たちは知っていますってね。あなたの思い起こす救い主の言葉を私たちに話してください
あなたが知っていて、私たちの知らない私たちが聞いたことのないそれらの言葉をと。マリアが答えた。このマリアというのはマグダラのマリアですね。彼女はあなた方に隠されていること、それを私はあなた方に告げましょうと言った。そして彼女は彼らにこれらの言葉を話し始めた。私は、と彼女は言った。私は一つの幻のうちに死を見ました。と、まあ、続いていくわけですが、このマリアによる福音書などの含めて、グノーシス主義の文章では、イエスがマリアを特別愛し、で、彼女に特別の教えを授けていた。そういう設定なんですね。で、それに対してペテロっていうのは皆さん聞いたことあると思うんです。ペテロ。十二弟子の筆頭ですね。まあリーダーです。で、ペテロがマグダラ・マリアに聞いてるわけです。教えてほしいと。で、正統派のキリスト教にとってはペテロっていうのはその十二弟子のリーダーだったので重要な人物です。その重要な人物がマグダラ・マリアにペテロが知らないものを持っているマグダラ・マリアに教えてほしいっていうことなんですね。で、この背景はどういう背景があるのかっていうのを探っていくと、まあ、ポリティカルな、まあ、政治的なパワーゲームというか、正統派に対して、グノーシス派は、対抗するわけですからね。マグダラのマリアが、ペテロが知らない、イシューイエスの教えを知ってるんだぞということを示そうとしてるんではないかな。そういうような理解も、指摘背景があるんではないかと、推察したりすることができるわけですね。で、フィリポによる福音書においては、キリストとマグダラ・マリアは、単に恋愛関係じゃなくて、結婚していたんだっていう主張がここに書かれているわけです。で、この背景をもっと探っていくと、実際どうなったんだろう、背景を探っていくと、正統派と言われるキリスト教のグループと、このグノーシス派と言われる人たちのグループとの拮抗関係というかね、そういうものがこういう文章にも反映されていったんではないかな、っていう推察、仮説も作ることもできるし。当時の初期キリスト教会の事情が分かってくるとですね。ただこのフィリピンによる福音書、マリアによる福音書に書かれていることを史実としてそのまま受け取るっていうことに関しては聖書学者は、それはちょっと、クエスチョンだな、これを史実として考えることはできないっていうのは聖書学者の大体の判断ですね。で、小説はもちろんそういうことを知りません。そういうことは気にしませんので、あ、こういうの書いてるから、これを元にして、いろいろイマジネーションを高めて、マグダラ・マリアとイエスの関係、そしてさらには子供までいたんだっていう形で書き込んでいくわけですね。で、それは小説だからそれでいいんです。で、娯楽もんですから、それはそれとしていいんですけど、それをダン・ブラウンが序文かどっかで、この資料はいかにも歴史的事実として描いてるっていう、そういうことを確か書いてたと思うんですね。それはちょっと、ルール違反というかね、そう歴史的事実ですって言い切ることができないので、そこはおかしいんじゃないかなっていうことですね。まあ、小説自体は娯楽本として面白いので、読めばそれでいいだけの話です。まあ、そういうわけで、ダヴィンチコードの話をしました。で、最後にですね、まとめとして、聖書学のことを書きました。レジュメの最後ですが、まあ、私の今日の講義にしろ、他の講義でもやっているその方法論や立場としては、その聖書学っていう立場でやっているんですね。で、これはですね、皆さん、少し違和感を持たれたかもしれません。聖書に対するアプローチ。なぜかというと、ここに書いてあるように、歴史批評を方法論として捉えているので、その特定の教義や教派的前提を持たずに、聖書を学問的研究の対象とするんですね。これは18世紀から19世紀の初頭に出始めた学問で、それで聖書学っていうのはですね、神学であったりとか、教会の教えや、を守ろうとする教会教義学と言われる、そのような学問とは、距離を取る。そのような学問ですね。だからちょっと冷めた、分析の仕方、信仰を持っている人に立っては、冷めた分析の仕方をするかもしれません。でもこれは講義のクラスの最初にいつも言うんですけど、私自身クリスチャンだし、教会に、礼拝に行ってます。で、教会で聖書を持って開いて、牧師の説教を聞く。そういう場合の聖書
に接するときと、で学問として大学授業などで聖書を開いて、これは詩的にどうなったのかっていう部分と両方両立してるんですね。でも初めての方はちょっと違和感があって、困っちゃうっていう人もいるかもしれませんが、私としては両立している。なぜ両立しているかというと、聖書学のことによを学ぶことによって、さらに聖書の背景というんですかね、が分かって立体化されていくんですね。で、聖典福音書しか知らなかったら、それしか分かりませんよね。で、一旦その外の世界を見ると、聖典福音書の位置づけが分かっていくんですね。そしたら、あ、こういう文脈で描かれていたのか、あ、こういう意図があるのか、こういう政治的な背景があるのかっていうのが分かってくると、その福音書といえども人間書いたものなので、福音書記者の気持ち、福音書聖書を書いた人は全て信仰を持っている人たちですから、信仰者がどのように当時の世界で信仰を告白して、それを表現して述べ伝えていく。それは福音書は物語という形式でしたよね。で、手紙は手紙の形式で、で、黙示文学は、黙示録は黙示文学という形式、ジャンルで表現していたということが分かっているんですね。すると、非常に最終的には、信仰を深める、聖書の学びを深めることが、できるんだと。そういう学問であると私は思っているわけです。でレジュメ以外にもう一つプリント配ったのですが、三条の説教、平野の説教あると思うんですが、これを見ていただくと、聖書学の一つのアプローチ、アプローチの一つのね例なんですが、三条の説教、平野の説教ってあると思います。これ見るとですね、マタイ福音書5章とルカ福音書6章なんですね。で、有名な箇所なので、どこかで聞いたことあると思います。で、5章、マタイの5章を言いますと、の3節を言いますと、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは血を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを喜ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私たちのために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天に大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。これマタイ福音書に出てくるんです。有名な三条説教の最初ですね。で、同じような説教がルカ福音書6章に出てくるんです。さて、イエスは下の部分見てください。目を上げ、弟子たちを見て言われた。ここからですが、貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び、踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸にある。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。この説教、イエスが語っている説教なんですが、同じ資料に基づいて、マタイ福音書マタイと言いましょう、著者をね、でルカ福音書ルカがそれぞれ編集し直して書いたんですね。で、これをよく読み比べるとですね、違いが出てくるんです。その違いをさらに分析していくと、マタイの意図、ルカの意図が見えてくるんですね。その違いを記したのがこの左の部分なんです。なんとなく読むだけだったら違いが、に気づかなかったかもしれませんが、よく見ていくと
まあ、聖書学はそういう意味ではすごく細かい作業も必要なんですが、よくよく見ていくと、ちょこちょこっと文言がね、変わってるんです。大きくはその山上、山の上で語った説教がマタイですが、平野、山の裾野で語ったのがルカの福音書ですね。ルカのでの説教です。で、山上の説教、マタイ福音書の場合は、貧しさ、飢え、悲しみ、迫害ってありますね。で、ルカも同じく平野の説教の時に見ますと、貧しさ、飢え、悲しみ、迫害って出てくるんです。まあ、そういう人たちは幸いであると言うんですが、で、マタイの場合は、貧しさに心のってつけてるんです。よく見てください。心のってつけてますね。で、2番の上のところには、義に飢え乾くものって書いてますね。単に、お腹が空いた空腹の上じゃなくて、義に飢え乾くものって、義にってつけてますね。で、3番目は、そのまま同じものです。で、4番目は、単に迫害じゃなくて、義のために迫害される人は幸い。ということで、すなわち、マタイは自分自身の手でこれ、編集してるわけですね。付加してるわけです。で、さらに、マタイの方は読んでお分かりの通り、もっと長かったですね。で、その長かった理由としては、倫理的徳目を付加してるんですね。柔和な人は幸い、憐れみ深い人は幸い、心の清い人は幸い、平和を実現する人は幸いである。ということを付け加えてるんですね。で、この5から8はルカにはないんです。で、これは明らかにマタイが倫理的な徳目をですね、付けた、アピールしたいために、付加したというのが分かると思います。で、ルカの福音書を見ますと、1、2、3、4が基本で、で、その基本に対がありますね。貧しさに対しては富、富んでいるもの。飢えているものに対しては満腹。悲しんでいる人には笑い。迫害不明のに対しては称賛という対を作って、その対の方は、まあ、4つの災いですね、しか。災いであるという災いの宣言を記しています。まあ、ここからルカとマタイの違いがわかると言います。そして、次に祝福の宣言を受ける2つの立場というのが見えてくると思いますね。すなわち、A、社会的弱者。それは1から4番の人たちです。飢え、貧しく、悲しみ、迫害に受けている人。で、1から4の人たちが、おそらく、主的イエスが語ったメッセージに近いんだろうと。で、B は、倫理的行為者。すなわち、5から8ですね。マタイが付加した分ですが。それはイエス以後の原始キリスト教の課題として出てきたものではないかと。だからイエスの時代とイエス以後の時代というのは大きく2つの時代があるとしたら、その2つの時代が併存、混在しているんですね、福音書の中には。ですから、この見極めをする作業も必要になっていくんですね。で、イエス以後の原始キリスト教の課題としては、その社会的弱者だけじゃなくて、これから教会、運営ですね。共同体を作っていく上では、倫理的なものも必要だと。まあ、規則ですね。だから、このような規則を作るという要請があって、5から8を付け加えていった。という推察もできる。で、最後に、心の貧しいものっていう解釈ですが、マタイの5の3ですが、これをどう解釈するかっていうのは非常に難しい部分です。で、心の貧しいというと、日本語では貪欲であったり、非寛容で、本当に配慮の足りないということは、ネガティブな悪い意味が多いですね。心の貧しい、やっちゃなとか言うとね。しかし、そういう人が幸いというのはどういうことかというふうに、すごいびっくりする方も多いんですが、この場合ですね、直訳を見ますと、例において貧しいものって言うんですね。で、ギリシャ語では、ホイプトコイトプニューマティ。で、英語で言うと、タポアインスピリット。例においてプアな人、貧しい人って言いますね。それが心の貧しいもの、新共同訳ではそうなってて、岩波訳では、古事記の心を持つものという、まあ、すごい直接的な訳し方をしてるんですね。岩波書店が出てますね。またフランシスコカトリックでは自分の貧しさを知る人という解釈で訳している。で、直訳で言うと例において貧しいものということになります。で、この訳をどう解釈していくかというのは、一応3人書きましたが、最後は私の解釈ですが、まあ、佐藤さんという人は自分に誇り頼むものが一切ないもの、
で、小川っていう人は、すべてを神から待ち受ける心の貧しさ、謙虚さを持った人ということですね。まあ、私としてはその霊のところにこだわって解釈して、神の霊を受け入れる余裕といいますかね、心の隙間を持っている人ということです。まあ、それはすごい抽象的ですが、すなわち自分自己や物質に執着するんではなくて、ひたすら神により頼む、そのような性を貫く人を指しているんではないかなと。だからいろんな解釈ができます。で、これだけではありません。皆さんも、もっと興味があれば、これを元にね、どういう自分の解釈ができるか。で、この解釈はですね、聖書学の立場としては、学者が言ったことは絶対 100% 正しいという立場ではないです。それぞれ解釈は、可能でありますので、そこでは、いろんな可能性があります。ですので、皆さんも、高校生だからって何もできないんじゃなくて、高校生、皆さんの立場から、あ、これはこういう解釈ができるんじゃないかっていうふうに試みていくのもまた面白いものですね。だから学校の先生が言ったことをそのまま受け取って、あ、こういうふうに解釈するのかじゃなくて、まあ、そういう参考意見も聞きながら、自分としてはこういうふうに読んでいけるんじゃないかなという自主性をもんで読んでいくと、さらに聖書も面白くなっていくんではないかなと、そういうふうに思います。だいたい時間が来ましたので、以上にしたいと思います。で、冒頭に言いましたように、アンケート用紙があると思いますので、そこに、ぜひ記入していただいて、で、またアンケート用紙書きながら疑問点とかね、質問などがあれば、私にしていただいたら、お答えします。どうも。